ねえねえねえ、ガキさんがちっちゃくなっちゃったよ。ガキでーす。よくわかんない。君の瞳に乾杯。耳がこうでかくなっちゃうっていう。耳がこうでかくなっちゃったっていう。できないじゃん。ちょっと待って、もう一回。はい失敗。はい失敗。おい、何やってるんだよ。誰ですか。私たちの耳がですね、こうでかくなっちゃう。ゴキです。ご機嫌メンバーです。でっていう、でっていう、はい、あのコンコンがちょっと今日はないんですけど、ほんのちゃんがね、そう、お休みのため3人で、あ、私どこ、私ここ見て話してたよ。ちょっと待ってこっちです、はい、あのね、コンコンさんがいないけども、はい、はい、そう、コンコンの分もカバーして、そうだね、頑張っていこうと思われますよ。あの、いつも以上にね、そうそうそう、やんなきゃいけない。コンコン見てる、コンコン、ビデオレターじゃないよ。札幌の河野さん、元気ですか。新潟の誠さん、はい、こちら新潟の顔です。高橋さん、聞いてない、聞いてないよ、聞いてない。ベスト15位ぐらいにはランクインしてる、の中にですよ、15位の中にランクインしてる一つ、いちごと、これはメロンと桃とパイナップルが入っておる、あります。はい、お部屋飛びして、何、おネギたっぷりの味噌汁、これはついでに阿部夏実。言っちゃった、芋だよ芋。キャーていうかね、なっちゃんつけばね、口の中に来た。あ、来た。ね、意味がわかんないんだけど。ねえ、おじい、ごめんごめんだ、ごめんごめんだ、うめえ、これうめえ、バーバロー、難しいだろ。200目です。また一緒だね。3食目か、また一緒だね。そうだよ、もやしのナムル。今回はですね、説明してください。辻ちゃんがいます。もやし、もやしのような足って言いたいの。そう、もやしの足。りょうちゃんは、これから食べたいと思います。横食い以上。はい、おはようございます。で、おはようございます、はい、アピールして、好きな食べ物はラフランス。ラフランス、まあおしゃれだね、まあおしゃれだね。ラフランスって何ですか。ラフランス、あれ、ソムくん、
こんにちは。つとむでーす。つとむでーす。こんにちは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 。かごちゃん腹話術できるんだよね。そうなの。見せて。はい。これコップ。この中にね、これコップです。コップです。この中に人がね、入るとしてしまう。いやあ、久しぶり。久しぶり。ちょっと待って、閉めるから。ちょっと待ってよ。えぇ、ー、っていうね。すいません。ほんとごめんなさい。見えてるから。ホタル。なんだっけ、なんだっけ、あれ。なんだっけ。ホタル。Hi, darling. Hey, babe. Oh. How are you? そこの、そこの感じさ。なんだい？Oh, you look sexy. Oh, oh, oh. どうも、コゾーです。アサブさん、真似しないでくださいね。じゃあまた。どうもです。ヨッシーはですね、普段おちゃらけたことばっかりするじゃないですか、うん、だけど結構プライベートでは女の子だよね。そんな普通に誓ってます。本当普通の女の子なんですよ。ヨッシーって宝塚の男役と女役。あなた愛はそう君のために愛してますわ、ロミオ様。最初しげさん、あ、待って、リスで3つ目だよ。なんで3、2、1。はい、どうぞ。松浦あやです。こっちなんかないの？わらないよ。でもこっちよくこうやってやるよね。そう、よくこうやってやるね。こだまきってなんかやって。松はなんかやんの、ね、私やったじゃん今。松浦あやです。ライブでの自己紹介とか。あ、ミカ、ミカちゃんいた。ミカちゃん、ミカちゃん、こっちの真似して。こっち、こっちの真似。あ、しものまね下手くそだからな。ちょっと待ってね。考えてる。これちょっと私気に入った。すっごいマトリックスポットライト。マトリックスポットライト。マトリックスポットライト。でマトリックスポットライト。こうだ。こんな眼鏡あるの？アサミックス。やめた、恥ずかしい。なんか家族写真みたい。家族じゃないし。あれ、後藤真希さん。結構お似合いで。私の友達紹介するね。違うよ。口の中に入るけど、私の友達。はい。ナンシーだよ。ナンシーでーす。ナンシー、ウェルカムジャパン。ねえ、ジャパンいいとこね。待って。私の耳が。何もしないで帰るつもり？止めた！いったー！あー！やれ？紹介します。
お父さんです。お父さん早く。お父さん。お父さん。お父さん、今日はありがとうね。卒業ライブ来てくれて。まあな、頑張るね。ありがとうね。頑張るよ、夏美。はい、よく頑張りました。頑張ってた。私、すっげえサービスしてないですよ。いいじゃん、ハルモニで。結構サービス。中澤ゆり、ジャーリー、ジャーリー、私で31歳、いいね、こんな31歳、阿部夏実の卒業記念なのでやってみました。もう二度としません。ありがとう。次はそうですね、飯田さんが卒業するときに奮発したいと思います。僕の授業しないもん。ねえ、これさっきの映像使う？使うって決まってるでしょ。